方が50、うん、はい、まあ、水加減とか時間、はい、はい、だからあの水を送ってる人もいます。自分の音の水を炊くようとして、はい、はい、いろいろ、まあ、あの工夫はすごいです。はい、あと、まあ、米ぬかを送ったりとか、それあの漬物とかもやれるじゃないですか。やっぱりいろいろ工夫をされてるなというのは非常に思います。はい、大変だなと思いながら、はい、あと、ま、これも個人的意見なんですけど、うちの肥料で作っている、ま、お米なんですけど、ま、美味しいんですけど、やっぱもち米の方が差は出ますね。やっぱり普通のものと比べると、もち米作るとやっぱりいい肥料で、いい肥料でって言って自分で言っちゃいかんですけど、ま、もち米はあのそ、うん、本当に差が出ます。うん、いいものと悪いものと、はい、これは美味しさが全然、まあ、はい、お客さんのところにもありますけど、いつの間にかあの奥さんのお母さんが買っとったんで、あ、これお客さんのやつってこれ美味しいんだって なっちゃったり、うん、いや、まあ、あの本当にもち米の方が僕は分かりました。僕は舌がバカな方なんで、はい、あの赤飯さんすごい分かる、すごい分かります。うん、はい、今の炊いたものを真空パックしてそのまま食べれるっていうのがあるんですね。もうびっくりしました。うん、すごい1年持つとか書いてあって、あ、はい、利用されないんですね全然。もうそうなんです、そこまで利用しないで